ところで真央ちゃんから見て僕おっさん？そこはあの正直に言って。いや、お兄さんです。恋愛対象になる？優しくてかっこよくれ、はい。真央ちゃんがかっこいいという男の人のこういう人がかっこいいっていう。一郎さんです。俺みたいな。ジタジになってしまいました。